劉国僚は中華人民共和国河南省信号市生まれの元卓球選手、指導者。現在は中国卓球協会会長を務めている河南省出身。選手時代は1999年の世界選手権で優勝。さらに1996年アトランタオリンピックでは男子シングルス、ダブルスで金メダルを獲得し、90年代の卓球界を リードした。2002年に現役引退後、卓球中国代表のコーチに就任し、翌年には総監督に昇進した。その後10年以上にわたり総監督を務めていたが、2017年6月に総監督の職から退き、中国卓球協会の副会長に就いた。翌年の2018年12月1日には、最新家の公認として、 同協会の会長に選出された。サービスは第一の攻撃という理念を持ち、特にサービス技術に優れていた。線形は中国伝統の表ソフト速攻型に裏ソフトラバーでのメ面打法を混ぜたものであった。3球目のために戻りを速くするために右足を上げて勢いをつけ、 そのまま身体を90度回転させるという独特のフォームからサーブを放ち、地面でのフォアサービスも使用していた。また状況によって短いトスのサーブと投げ上げるサーブを使い分ける。フォアハンドはドライブからスマッシュに結びつけるというスタイルで表ソフトでありながらも回転量の多いドライブを打つ力も持っていた。バックハンドはショートをベースにしながら状況に応じて メ面打法と表面でのスマッシュを使う。メ面打法のパイオニアでもあるが、バリン、オー・アキラノとは違い主に、プッシュとループドライブに対するハーフボレーを多用した。なお、フォアハンドを反転せずに、メ面でドライブしたことがある。また、時折ラケットを反転させ、フォアハンドで裏ソフトラバーからのドライブを使うこともある。ありがとうございます。